どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。皆さん、だいぶ暖かくなってきましたね。まあね、暖かくなってくるとまあいろいろやりたいこともね増えてくるんですけれども、まあ今ねちょっとコロナでね、まああんまり出歩くなっていうことでまあ言われてますので、まあお家の中でね静かにお過ごしの方も多いと思うんですけれども、まあそんな時にこそね始められたらいいなって思うのがあるんですよ。手軽に飼育できる、今日紹介するのはこちらでございます。1本でも人参、2匹だとミジンコでございます。ありがとうございます。一応ちょっと今日一の私の考えてたネタでございますけど、これ見えますかね。見えますよね。これ2匹でもミジンコでございます。あー、ミジンコ来たな。これミジンコね、私ね前動画で上げてるんですけど、今年もやります。で今年も行います。でね、前は鶏粉でやったんですよ。鶏粉で鶏粉を溶かして、でウーロン茶みたいな色の鶏粉水を作り出して、でそれで培養しました。ところがね、他にも培養方法があるんですよ。はい、鶏粉じゃなくてもこのミジンコの餌になるそうです。皆さん、はい、まあちょっとこれねチラ見してますね。チラ見してるけど、そうです、皆さんご存知、はい、強力若元でございます。いやー、これも微生物たちにも優しいんですね。ゾウリムシもねこれで増やせられるし、シジミの餌にもなるし、まさかミジンコの餌にもなるんですね。はい、いやいや、すごいな。ただまあ前私これで失敗してるんで、失敗しました。はい、ゼロンゼロンになったんで、ゼロンゼロンになっちゃったんで、で今回はこれね、これをカッターで細かく粉砕して粉にしまくって、でそれで与えるっていう形にしたいと思います。で、これね多分200匹います。うん、醤油のタレで入ってる。これヤフーオークションで買いました。ヤフオクいろいろ売ってる。うん、ヤフオクはいろいろ売ってますね。うん、でこれらを、ちょっとあのね、ミジンコって条件が悪いと全滅するんですよ。すぐ全滅するこいつら。うん、だから一応半分半分にして、半分はまた別の容器、まあ、ちょっとあのペットボトルとかにすると思うんですけど、ペットボトルとかに入れて半分はそれで他で培養で、こっちのね100匹はこれね、これに入れて、あ、まあ見やすいと思うんでこれに入れてやろうかなっていうふうに思います。でまあ水道水でもいいんだけど、ちょっと今回は、この飼育水をこっちに入れてやろうかなみたいな感じです。まあせっかくだからね、ちょっとサイフォン式でちょっと地道に水移していきたいと思います。まあね、別にこんなことする必要ないんだけどね。これでこれをちょっと突っ込んで、これね、これ私がスッて吸い込むと水が出てくると思います。よし、よし、しばし待つ。こちらね、待ってる間、水溜まってる間、強力若元をただ粉末にしていく様をご覧ください。強力若元なかなかいい匂いなんだよな。これぐらいにしとこうかな。チキン、これ合ってんのかな。カッターとかでカリカリやるといいって書いてあったんだよな。効率を求めてるんだけど、なんかこれが効率的にいいのかわかんねえな。まさかね、皆さん大丈夫かな。これいつも私心配なんだけど、これね、強力若元の錠剤をただこれでカリカリしてるだけなんですよ。うん、これを楽しいと思って見ていただけるかどうかで、はい、もしかしたらもうこの段階でチャンネル離脱してる人いますよね。そりゃそうですよね。おっさんがただただ強力若元をこう粉砕してるだけですもんね。なんか微生物の元の匂いに似てるぞこれ。ちょっと待てよこれ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、これね、これ微生物の元っしょ。クリソツじゃね？ねえ、クリソツじゃない？まあでも匂いは違うな。うん、匂いは違うわ。あ、混ぜちゃおうか。微生物の元と強力若元を混ぜた。いや、これ混ぜない方が良かったな。強力若元は強力若元でやった方が良かったな。これをまたちょっと別で使います。浮気はしないです、浮気はしない。うん、ピグミーグラミーと違いますから私は。よし、入れるのはこれに入れたいと思います。キノコだよ。うわ、漏れた。よし、
ちょっと漏れたけど、できた。なんかちょっと医療品っぽくなってきましたね。はい、若元の粉末できました。でもったいないからちゃんとゾウリムシに与えますけど、これでちょっとストックができたと思います。でまあそうこうしてるうちに水溜まりましたんで、やっぱねこれも温度合わせ、はい、基本的なことで温度合わせ、粉はドボンと入れて温度合わせていきたいと思います。ミジンコにもね優しいです、私は。はい、ということで温度合わせ完了いたしました。その前にミジンコ、これ何のミジンコだけだっけ、説明しとこうかな。うん、そうだ、これを言わなきゃいけなかった、最初に。これミジンコなんですけども、目で見えるぐらいでしょうね、こんなんでかいのいるって知ってました？はい、大ミジンコ、ダフニアマグナって言うんですけども、だからでかいっしょ、めっちゃでかいの。だから肉眼で見れるから、お子さんとかもね、もう肉眼で観察できるのはね嬉しいですよね。うん、じゃあちょっとこれ泳がせてみましょう。いいかな。じゃあいでよミジンコたち、よし行きました、よしよし行ってる。ちょっとおやべ、こうなっちゃうよな、こうなっちゃうよね、こうなっちゃう、ボコボコ行くよね。よしよっしゃい、結構いるな。いやこれね1個だけでこの量ですね、結構期待できますね。うん、泳いでますね。ちなみに指はね、指はこんなもん。うわいっぱい泳いでるな、すごいですね。集まってきてますね、集まってきてる、すごい。なんで集まってきてるかっていうと、光がね、撮影はね今こんな感じでしてるんですよ、こんな感じでしてる。だからこれ今ライト使ってるんですけど、ライトの光に集まってくるんですね。この子は卵持ってますね、卵持ってる。うん、でも可愛いですね。うん、ねえこうやって見れるの良くないですか。まあ肉眼でもね結構頑張れば見れますね、見れる。ちょっと若元上げてみるかな。おっと、ちょっと若元インしてみます。若元入れた、若元今揺れました、入れたけど粒でけえな、買ってみると粒でけえな。うん、まあただこれが溶けて、これも金というかビール酵母とかね、そういった類のものなので、まあこの中で繁殖して、まあうまくやってくれるんじゃないかな、みたいな感じでございます。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、まあライトの形、大きさは合ってないけど、若干ムーディーにしました。ムーディー勝山にしてみました。どうですかね。はい。まあ、やり方によっては、もしかしたら、なんか綺麗なおしゃれな水槽になるかもしれない。なんかクラゲとかで綺麗なやつあるじゃないですか、あれ系いけるかもしれないですね、考えようによってはね。うん、この若元で育てられるんだったら、そんなにね水がまあ茶色っぽくなることもまあ若元色になるかもしれんけど、そこまでね、鶏粉よりは全然透明度高いと思いますんで、わりかし面白いかもしれないですね。うん、まあね、こういうの好きな人は多分好きだと思うんですよ。シジミにしかりね、シジミだってまあ興味ある、こんなに興味あると思わなかったんで、だからちょっと今回もちょっとこのね、ミジンコたちもうちょっと増やしてみて、でまあまあ変な話、この子たちを与えてね、育ててみたりとか、もしくは狙ってるのはこの子たちがもっとうまくね繁殖が成功したら、その水槽だけで自給自足ね、この子たちもまあうまく育つし、それを食べる魚たちも育つと。で私は餌あんまりあげないみたいな感じが、もう、ね、狙っていければなみたいな感じもしてるので、うん、まあちょっと難しいかもしれないんですけどね。だそういったのも含めてミジンコ、はい、
やっていきたいと思いますので、ミジンコに興味のある方、はい、これからもどんどん配信していきますので、興味あったらよろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバットボタンお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ